はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー9続けやっていきたいと思います。今回、ウィーユベールですね。魔法が使えない場所。ここを行ってこいって言われたので、お使いです。禁断の地、ウィーユベール。だから、魔法使えないキャラできたんですけど、あれ来てもよかったかもね。クイナ。お、モグネット。ここに人が訪ねるなんてもとても珍しいのクポ。せっかくだからお手紙の配達をお願いするクポ。はい。モグショップ。おー、いい乗ってんだ。トライデント。いや、そろそろ装備品がやばかったからね。あ、ここに売ってんだ、妖精の配布。サイフレスパイ。銀のフォーク、ここであるってことは、もう盗んでよかったんかな。チャクラバンド2個ぐらいこのゲームあった方がいいよね。なんだかんだね。よし、装備品を整えていきますね。あ、やはり上がるのか。神輿担ぎ、ミスリュークロウ、呪い、これ覚えてからでいいか。全員投げ、回避。今これ最強だもんね。エンジェルプレス、これでいいか。よし、行こう。なんもねえよな、ここ。ここはまだ魔法使えんのかな。青魔法って使えんだっけ。あれ使えねえよね、多分ね。お、なんか出てきました。オーガ。裕次郎的なね。まあレアなものはないね。後でクイナで食べに来ないとね。戻ってクイナに交換できんのかな。まあどっちみち後で来れますからね。なんもねえよな、こういうとこな。結構なんかあったりするよね。お、これが入り口なのか。ふん、開けよ。こんなでっかいもんなんて開けられるわけないぜ。なんだかわからないけど、中に入れってことだろ。お招きに預かって光栄だぜ。ね。アイテムは充実させなくちゃないよね。まあ、テコの原理的に、あそこ大丈夫なんかなっていう場所だったけどね。万能薬。ライジングさん。ライジングさん、ライジングさんって誰？ライジングさんの投げ、ん？誰かいたっけ？
全部触らなくちゃいけないんだろうな、きっとな。お、ステルツキン。あー、大丈夫か。アレクサンドリアで話してなかったんだけどね。あ、よかった。モエル、これだね。近頃本当に手紙が来ないの、クポ。どうしてなの、クポ。ね、モエル、ちょっとモグネット本部まで行って文句を言ってきてくれない、クポ。もうプンプンなの、クポ。荷物は怒らせると怖い、クポ。きっとモグネット本部ってどこにあるか知らない、クポ。いや、そうだけどさ、敵いないのかな。ここになんか多分あるよね、後でね。まあミスったらまたやり直せばいいし。お、これフェーズか。これ違うな。これ金の針使ったら倒せない。え、来た。使えってことだよね。ドッペルゲンガー。あ、そういうことか。石として生きることができなくなった。私悔いのある。なんか言ってたじゃないですか、自分らと戦うのは嫌だろうみたいなね。大地の衣。衣ってことは、あ、できんのか。これ覚えてから下の方がいいのかな。あ、できんのか、ここも。魔法返し。魔法返し覚えてからの方がいいのかな。とりあえずセーブしてからだよね。ん？あれ？あれ？戻れねえ。こっちか。どっから来たの？これだ。これは星？ムー、今浮き上がってきたのは文字のようであるが、母なる寺？うん、読めないな。ジタ、お主本当に読めておるのか。読めるというのは文字が語りかけてくるような感じだな。自分でも不思議な感じだぜ。なんでだろうね。あ、ダイヤソードここにあんのか。だからあんな、あれ、まあ、やってれば分かってくるんでしょうね。あれ、あれどうやって行くんだ。あれ、あれ、あそこに宝あるよね。上から降りんのかな。ちょっと飛ばします、戦闘はね。レベル上げてよかったね。見るからに怪しい弾だな。反応なしか。
これは、ああ、バックアタック。フライやばいね。いつの間にか。ミルストームやめて、マジで。フェザーブーツ、あー、あれどうやって来るんだ、上から来れんな多分。上から行けない、あれ行けるよね、行けなかったらおかしいもんね。これ押しちゃったからダメってこと？そんなことないよね。もうストーンキラーとかさここぞってここぞって感じだよね。ドアが封印されてる。このままじゃ開きそうにないな。どこだ？宝。力出す気。ここのセーブ場所まで来たんだけど、この変な天井の物体は真ん中に来てもらったね。足元にある変な模様といい、この辺りを照らすためだけにこんなものがあるとは思えないな。お、反応したぞ。古代の船、歴史上最も古いものか。やっぱり順番があったのか。戦闘用の船、造船技術低いか。戦闘船インビンシブル試作型プロトタイプ失敗作か。戦闘船インビンシブル初期型、現在使用され改良型か。これで ここ関係ないよね。鍵とかかかってていけなかったもんね。それで真ん中調べるのかな。ドアが封印されているのか。このままじゃ開きそうにないな。だからここの真ん中じゃないんかな。なかった。今たまになんか上に吹き出し出るよね。あ、そうだね。あれ消えちまったぞ。うお、都市の始まり。あれまた消えたか。うお、栄えた頃の都市か。繁栄しすぎたため国轄衰退の道を。最盛期にテラの各地に点在した都市、やがてこのように衰退していった。なんだってんだここは。まあ謎解きながら、まあ、敵戦いながら行けばいいんでしょうけどね。もう十分でしょう。
開けた。なんだここは。薄気味荒い部屋であるな。お、なんか言ってます。こやつも敵か。待て、何か言ってる。来訪者たちよ、目の前に見える位置に乗るがよい。今のは俺にも分かったぜ。どうやら俺たちの意識に直接語りかけてきたらしいな。とりあえず行ってみよう。あの宝何だったんだろう。セーブしちゃったもんね、先ね。あとね、あ、押してからセーブしちゃったもんね。来訪者たちを心して聞くがよい。これは我々の始まりの文明の記録である。そもそも種の衰退は我々の問題ではなかったのだ。ありとあらゆる動植物、そして樽が耐えていった。すべては我らがテラノの老化こそが引き金だった。の老化を克服すべくありとあらゆる手段が検討された。最終的にはテラ文明の息を集め、そして最初の試みは母なるの大陸で行われた。しかしそれは失敗に終わった。その後に重要な要素がであることが分かり、対象を絞り込んだ。4度の尊い犠牲を乗り越えた我々は未来永劫の繁栄をつかみ自らに取り込んだ。すべて動植物が蘇ったがは未だ蘇らず、今後の成果が待たれる。このテラの尊い歴史は大語り継がんがため、我は想像された。もしあの宝取れなかったら、ちょっと前のデータ取ってやるんで中だけ調べようか。ジタン、一体ここは何なのだ。俺だって知りたいさ。でも今は仲間の命がかかってるんだ。とにかくそっちを優先しよう。んだから、行けないのか。あ、行けた。あれ、さっき行けなかったよな、シールドアーマー。あ、行けた、普通に行けたわ。シールドアーマーだって。おう、ってことは右に行けばいいのかな。あ、取れたね。あ、よかった。多分ここ、あ、ステリスキーいなくなってる。さっき来た時とは様子が違うな。さて、そろそろエンカウント元に戻そうか。こうか。さっきの星と同じみたいだ。なんだ、星がもう一つ。どういうことなんだこれは。ファイナルファンタジー4みたいだよね。こいつがクジャの言ってたものか。さっさといただいて帰るとするか。うお、何か来る。さて、ここまでだね、今回はね。盗む作業があるからね、これもね。アーク、あ、すまん。
そう簡単にはやらないね。ホーリーランスを持っている。力出す気を持っている。ホーリーランスいるよね。エリクサーを持っている。ルナ。敵をファーサク状態。味方全体の MP 回復します。ホーリーランス盗みたいね。プロペラウィンド。混乱してるこれ。混乱ガードあったよな。混乱防止つけないとダメだな。じゃあちょっとね、まあ盗めると思いますんで、ホーリーランスどんなんだろうね。ちょっと高速化でやってみますね。混乱回避全員つけました。やってくること分かればね。エリクサー盗んだな。いいね。力出す気を盗んだ。あ、案外盗めるか。ポポン。やっぱそうだよね、最後の1個盗めなかったりするよね。ああ、なんであそこ混乱してる。え、混乱回避つけてんのに。ホーリーランス欲しいな。盗めないね、やっぱりね、ホーリーランスね。まあ、売ってって思うけど。倒しちゃいそうだよね。高速で何気に攻撃はしてんだけど、ね、
これかかってる？途中で切れちゃってるよね。切れてない？盗みませんね。なんか倒しちゃいそうだね、そのうちね。あ、盗んだ、掘り直す。よし、あとはじゃあ、あの妖精のファイフがさ256分の1らしいんですよ。前のヒルギガースから盗むやつね。自分盗めなかったじゃないですか。10分ぐらいやってるって動画で言ってたんですけど、10分どころじゃなかったわ、編集をしてたら。体感的にそんぐらいだったんだけど。お、スタイナー強いな。オッケー、顔も鎧になってる。浮遊石のかけら、ほんとね。ホーリーランス取った、よっしゃ。トライデントでルナだからね、竜の紋章すげえ、62、全然違うじゃん。取って正解だわ。早くみんなのところへ戻らないとな。グルグストーン、なんかグルグ火山って聞いたことあるよね。なんでこんなところに閉じ込められなきゃならないのよ。ちょっとここから出してよ。レディに対してこの扱いはないでしょ、ね、盗む大事でしょ。はあ。ジタンたち大丈夫かな。きっと戻ってきてくれるよね。君たちのために用意したスイートルームの居心地はいかがかな。ジタンは今君たちの命のために僕の言うことを聞いてくれているんだ。でも僕は人との約束を守るのが嫌いでね。おまけにじわじわと人をいたぶるのが大好きなんだよ。そこで君たちには素晴らしい死のプレゼントをしたいんだ。この僕の美しい宮殿の中に立派な砂時計があってね。その砂が減るにつれてその部屋の床が開くという仕掛けになっているんだよ。どうだい、素晴らしいアイデアだろ。砂時計を逆さまにするだけで君たちは助かるんだけど、ジタンがそれまでに戻ってきて助けてくれるといいね。君たちの命もあと10分少々か。まあそれまでに救世主が現れることを祈るがいい。さよなら。愛しいほどに愚かな者たちよ。ははは、最悪だね。誰か助けてよ。10分。さようなら。愛しいほどに愚かな者たちよ。ははは。は、己苦じゃのやつめ。よっしゃ、ここでわしがやらねば誰がやるけろ。ねえ。砂時計回して鍵かけてこいって言われたから、その通りにしただけだけど。僕たちのしてることって悪いことなんだよね。でも動かなくなっちゃうのとこれとは別だと思わない？約束守るわけないじゃん。とにかく戻ろ。またあの仕掛けを解いていくの？僕まだよくわからないんだけど。基本的にさ、全部つければ大丈夫だよ。難しく考えすぎなんじゃない？さあ行くよ。動かせる。ああ、こっち側になってんだね。セーブできないんかな。ちょっと待って、あの鍵がさっき言ってた鍵に違いないはずけど。あ、そういうことか。だるまさんが転んだ的な。あー、マジかよ。結構シビアだね。あ、ダメだ。
自分余計落ちちゃう。ああ、うん、大きな天秤じゃけど、重りが3つくらい乗せられそうけど。乗せろくないといい。この重りは木でできているけど。木。土。石。だんだん重くなっていくんだな。ああ、なんとなく分かった。だから、重りを乗せる。あ？そうか、そういうことか。鉄いるな。木、土、土、石、鉄でいいのかな。時間がやばいね。こいつを逆さにすれば終わりだけど。けど、これでみんな助かったはずじゃけど。よかった。本当に死んじゃうかと思ったわ。あ、みんなも無事だったのね。お、無事だったかけど。助けてくれたのってひょっとしてシドさん？全く苦労したわい。じゃが、再会を喜んでる暇はないけど。さっきここを通った車同士の話によると、この先には何か仕掛けがあるらしいけど。基本的に全部つければ大丈夫と言っておったが、とにかく今はここから脱出することが先じゃけど。だ、ジタンによったってばかりじゃダメよね。ジタンたちが戻ってくるまでに、なんとかエイコたちだけでここから出なきゃ。みんなでやればなんとかなるわ。頑張らなくちゃ。まあ、当然のごとく、超絶プレイじゃないので、さっきのね、結構ギリギリな、あれが見れたよね。ちょっとヒヤヒヤしたけど。案外シビアだぜ、判定が。あ、なるほど。なんかさっきと全然違うんだけど、ここ。
キマイラ、まあいいや。早速だけお手紙の配達をお願い行こう。はい。まあ、今回ここまでですね。はい。ということで次回は、まあ、ホーリーダンスも撮ってちょっと嬉しいなって感じのところと、まあ、このような感じで進めていくスタイルの実況なんでね。まあ、超絶プレイが見たい方とかね、まあ、タス動画でもご覧になってくださいって言うしかないんですけどね。まあ、自分そんなようなプレイはできませんのでね、よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。